グスターボ・ヒメノは、スペインの指揮者、打楽器奏者、室内楽奏者、音楽教師。2001年に、ロイヤル・コンセルトヘボー還元楽団の主席だ、楽器奏者に就任した後、さらなる研鑽のため、アムステルダム音楽院で指揮を学ぶ。アムステルダム公共楽団コンブリオの指揮者を経て、2012年より、アムステルダム還元楽団のアーティスティックリーダーを呼び、 主席指揮者に就任する。2012年から2013年シーズン、2013年から2014年シーズンと、ロイヤルコンセルトヘボー還元楽団でマリス・ヤンソンスの副指揮を務める。2013年には、クラウディオ・アバドやベルナルト・ハイティンクの副指揮も務めた。2015年に、ルクセンブルク・フィルハーモニー還元楽団の主席指揮者に就任した。また、 同年秋には、ロイヤルコンセルトヘボー還元楽団の来日公演を、指揮した。これまでに、ベルリンドイツ公共楽団、チューリッヒ・トーンハレ還元楽団、バーミンガム市公共楽団、モーツァルト還元楽団、ガリシア公共楽団などを指揮している。ありがとうございます。